あ、知ってる知ってる知ってる。寝ると寝てしまいそう。好きだなんて絶対に言えないだけど寝るとみたいなね。まあ多分リズムがちょっと違うと思うけど、ね、あのね、最近聞いたのが全然もうリズムとか覚えてない。はい、どうもマークです。今回もね、コールオブデューティーゴースト、の実況プレイやっていきたいと思います。そして今回はですね、同じくコールオブデューティーゴーストなんですけれども、今回は Wii U 版の、Wii U コールオブデューティーゴーストの、実況プレイとなります。で、現在ですね、Wii U の方でコールオブデューティーゴーストを起動して、オンラインをやっている。まあ見ればわかるんですけれども、やってるんですけどもね、まあまず、本体がね、Wii U ということなんで、コントローラーももちろん、Wii U のゲームパッドもしくはコントローラープロ、Wii リモコンでもできるのかな?わかんないけど。で、やるんですけれども、今私が使っているのは、Wii のクラシックコントローラープロですね。を使用しております。でですね、まあ、ゲームパッドでも一度プレイしてみたんですけれども、あれは無理ですね。ゲームパッドでプレイするのは。まず一番やりにくいのが、コントローラーがでかいということですね。まあ、これは言わなくても、わかると思うんですけども、コントローラーがでかくて、すごいやりづらい。それとですね、ゲームパッド自体の、スティックが、非常に柔らかいんですよね。なので、ね、今回この、クラシックコントローラープロの Wii バージョンですね。Wii バージョンの方を使っております。で、はじめというか、最初はですね、Wii U の、Wii U で出てるクラシックコントローラープロを使っていたんですけれども、使ってたんだけども、それもね、ゲームパッドに、親切にスティックをね、柔らかさ合わせてくれているっていうことで、スティックが柔らかい。ただですね、まあ今使っているこの、Wii のクラシックコントローラープロにもちょっと難点がありまして、スティックの押し込みがね、できないんですよね。例えば格闘するときに L3 じゃない R3 を押したりとか、まあ特にダッシュするときですね。ダッシュする、うわ、危ない。ダッシュするときの、なんて言うんでしょうね。押し込みができないんですね。つまり走るときに2つの動作が必要になって、スティックをまず倒してから、バツボタンですね。プレステのコントローラーでいうバツボタンを押さないと走れない。まあ、モンハン的な感じだと思えばいいですかね。モンハンのPSP の走り方とか。なんか、R を押して走りますよね。確かね。L か R か。まあ、どっちか忘れましたけども。OK。で、あと、見てはご覧のように、この、スコアストリーク出すのに、十字キーを押しながら、右スティックを傾けるというね、謎の仕様になっております。なんでスティック操作できないかっていうとね、これ武器切り替えが、三角じゃなくて、方向キー下なんですよね。さっき言ったんですけど、ダッシュができない、格闘ができないということで、格闘のボタンが三角に割り振られてるんですよね。では、これちょっとやりづらいなということで、操作設定の方でね、変えようと思ったんですけども、どうもね、今使っているこの操作が一番楽なようです。うん。あ、ここ行けないんだ。まあね、まあ、ベラベラと、そこら辺の紹介をしながら、Wii U のコールオブデューティーゴーストやってますけれども、プレイ人口もですね、最新作というのに、現在チームレスマッチ400人しかやってます。やってないというね。プレイ人口がチーレス400人。で、全800人中400人です。信じられないでしょ?新作でこれですよ。BO2 とかモダン3もあるんですけどね、もっと少ないと思いますね。
で、私が見た中で一番ひどかったのはね、サーチャンのデストロイが一人。できるがったもんね。サーチ一人できるがって。で、フリフォーがね、30人ぐらいやったかな。それしかいない。すいません。それしかいないんですよ。プレイ人口が。まあ、チーデスはまあまあまあ、まずマッチングするかなというレベルで。うん。まあ部屋探せば、割とそんな待たずに入れるんですけども。こんなに人が少ないとはね、予想してませんでしたね。少なすぎだろって。どんだけ人気ねえんだ、このソフトって。まあね、Wii U というもう、その、ゲーム機本体が、ですよね、PlayStation 3を持っている年齢層と比べて多分、少しは低いので、まあ、ゴースト受話器だけが17歳未満なので、まあ、買ってないのかなっていうだけかも、知らないんですけどもね。まあ、わざわざ Wii U でやる必要ないだろうと言いたい方もいるでしょうけどね。ちょっと一回やってみたかったんですよね。PlayStation 3以外の。まあ、Xbox もあったんですけども、まあ、Xbox でやってる人たくさんいるので、うん。ちょっとね、今回は、珍しくね、Wii U 版高かったんですよ。Wii U のゴーストめっちゃ高いね。7500円もしたね。7500円もしてこのクオリティですからね。で、あとね、気になったのがね、処理落ちが非常に激しいんですよね。オープニングのロゴから処理落ちが発生するというね。信じられないですね。まあ、Wii U、まあ、それなりに、グラフィックを見るとね、まあ、プレス3とさほど変わらない。まあ、むしろ同じくらいなんですけども。あれ、間違った。めんどくせえな、これ、さっとこも出すの。そして武器切れ替えが方向機したというね。まあ、Wii U ね。まあ、まあ、このCall of Dutyゴースト買ったおかげで、クラシックコントローラーを買うきっかけができたので、まあ、ゴーストの方は操作性ちょっと悪いんですけれども、他ね、マリオとかね、やるとき結構、うん、このコントローラーは、重宝しますね。Wii U のゲームパッドやるよりもかなり、うん、操作性は上がっています。ということでね、今回ちょっと紹介中止になってしまったんですけども、実況終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。じゃあ、さよなら。